大和マホロバスマートインターチェンジは、奈良県大和郡山市、生駒郡安土町の市町境付近にある、西名阪自動車道にある、本線直結型のスマートインターチェンジである。建設時の仮称は、安土郡、三成スマートインターチェンジであった。2009年6月30日、国土交通大臣の金子和義が建設を認可。総事業費は、約十二億四千万円で、 このうち奈良県の負担は約11億円である。近畿2府4県及び西名阪自動車道では初めてのスマートインターチェンジである。名古屋方面出入口については、群山下津道 JCT、郡山インターチェンジ、または天理本線料金所で料金所を利用することからスマートインターチェンジでありながら ETC ゲートは設置されておらず。 車載機を搭載していない車両も通行可能。一方、大阪方面で入り口には、法隆寺インターチェンジ、柏インターチェンジ及び柏インターチェンジ異性では、料金所を利用しないため、ETC ゲートが設置されている。青字に白文字で、安堵と記した補助標識が併設されている、奈良県土北部道路建設課報道発表資料。 奈良県土木武道路建設課報道発表資料、AB、西名阪大和マホロバスマート IC、大阪川、出入口が3月23日開通。レスポンス、https コロンスラッシュスラッシュ,スラッシュレスポンス .jp スラッシュアーティクルスラッシュ2014スラッシュ02スラッシュ19スラッシュ 217589.html2021 年1月10日図ン。 西名阪自動車道、大和マホロバスマートインターチェンジが、平成26年3月23日に、開通します大阪川、米入り口が開通し、全面開通となります。西日本高速道路株式会社、奈良県2014年2月19日付、ありがとうございます。